秋葉権現は、秋葉山の山岳信仰と、主験道が融合した、神仏集合の神である、加藤の霊言で広く知られ、近世紀に全国に文社が誕生され、秋葉公と呼ばれる校舎が結成された。また、明治2年12月に、相次いだ東京の大化の後に政府が建立した鎮火社においては、本来祀られていた神格を無視し民衆が、秋葉権現を信仰した。 その結果、周囲に置かれた炎症防止のための避助地が、秋葉の原と呼ばれ、後に秋葉原という地名が誕生することになる。炎州の秋、葉山本宮秋葉神社越後土地尾の秋葉三尺坊、大根源秋葉権元の由来、縁起については文献により諸説あり、吉田敏秀はそれらを整理し、下記の三つに分類した。炎州秋葉山の古来からの土着神、 三角神同じく、秋葉山に伝説を残す三尺坊という主言者の、神格下一と二の両者が、混然一体となったものまた、かつて複数の寺社が本山を自称しており、秋葉三尺坊は非伏せに、貢献や新たかであるということから秋葉三尺坊の、感情を希望する寺院が、方々から現れ、越後と千代の秋葉三尺坊大権言の別当上安寺はこれを許可。 これに起こったもう一方の本山を主張する演習、秋葉寺は訴えを起こし、江戸時代に自社奉行において裁きが行われ、結果秋葉権現は二大霊山とすることとし、現在では信仰を広めた演習の秋、葉山本宮秋葉神社を今の根本、行方上就の地である越後の秋葉三尺膨大権現は古来の根本となった、秋葉古時、編集。 秋葉ことき成立に小六及び秋里里島、東海道名所図成立では、本堂聖観音、行奇作、秋葉山大権現、東山鎮守、祭神大名無知の命、あるいわく、四季内小国神社、三尺坊、秋葉同社に、祭りる東山の森神なり、と秋葉山大権現を三尺坊とは別の、神霊とした上で、祭り神明を大名無知の命と解いている。とうとうみ 編集、藤長公、遠藤海小後図へ成立でも秋葉は、祭神大名虫の孫、すなわち、秋葉大権限となく、寺を大登山秋葉寺という、祭神なるゆえ、この寺より、大国の像を出すもこのいいなり。その後、佐賀天皇の行大道四期中年、越後国蔵王道十二坊のうち三尺坊に従する。そう、この山に来て一万座の駒を修行し、行法によりて翼生じ、 天狗となり、長くこの山の守護神となる。すなわち三尺坊と名乗り、百古に乗りて、飛行自在をなす。火の神とならせたも、後に火災はべりて、不動の御事体を表す。世俗誤りて、秋は権限は三尺坊と心得たるは、間違いなり、そごしたることなり、三尺坊の宮の脇に別に宮あり、と三尺坊とは異なる大名口の尊としている。演州脇、 葉山本寺聖観ゼオン三尺暴略演技、編集大登山秋葉寺で作成された、演習秋、葉山本寺聖観ゼオン三尺暴略演技成立では、秋葉三尺暴大権原と称し秋葉権原は三尺暴であると説く、観音菩薩を本寺物とし、その姿は、イーズナ権原と同じく白湖に乗り剣と剣作を持った、カラス天狗の姿で表され、七十五の剣族を、 従えると伝えられる。縁起によれば三尺坊は、新州の三で、母親は観音を厚く信仰していた。成長して出家すると、越後の長岡座王権源の十二坊にこもって修行し、三尺坊の主となる。この時、不動三昧の修行をし、その万座の暁、カラス形両翼にして、左右に、剣策を持ちたる霊章が現れ、飛行自在の人随力を得、 観音菩薩の化身とされた。さらに美白子が現れたため、これに乗りきつねの止まったところを安住の地と、定めた微生利益をもっぱらにせんと誓ったところ、秋葉山に止まった。秋葉山へ来たのは、大道四年のこととされ、後に、公認二年より、諸国有化して、主上利益しつつ、霊山を回り、永忍二年に帰参した。主言道の霊場としての秋葉山に伝わる。 山岳信仰と、新州出身の主言者である三尺坊に対する信仰、本尊の聖観音に対する信仰が複合的に合体し、それらの神仏集合の形を、秋葉三尺坊大根源として、仏教視点でまとめたものが、演習秋、葉山本寺聖観世音三尺坊略演技である。歴史学者の田村貞田は、各有書を比較検討した後、秋葉こときを批判し、 三尺謀略演技を支持している。三大誓願編集秋は三尺謀大言言における三大誓願は以下の通り、新言編集、御平らひ平剣の嘘若、平とは、あた山やまた老房の前身とされる、日らの名前を、本来の、に、ちらではなく、平と読み書いたものであるとされる。一方で、万内達を、新言だらにでは、この新言は、 和製経典である、彦山さ慶主言道経典、尺魔経の末尾に掲載されているとし、本文をンオムハイラハイラコムハイラコンナソワを、おおう、どんどん火を燃えよ、かまどよ、火を燃えよ、かまどに、めでたしと翻訳し、おん一心奇妙、ひひでと税期、ラテン価値化、ひこ三うさんえん、ラ産業の豪華妄想より生ずる非、剣無と空無毒、非公大無変、ラサトシカ十万、 剣失会消滅、なうしょまじ便利を得ず、ソワカジリ上樹心願満足という句でを紹介している。また、新言集大五派の寺院の秋、葉山本坊、峰本院では、本文を、オムベラベラコムベラコムなソワカとし、新言、オーンビラビラクハンビラクハンナ、スワーハガナマリ化して、現在音のオーンビラビラ、ケンビラケンのソワカとなったとしている。 江戸時代において、遠州秋葉山にはネギ、僧侶、主源の三者が奉仕していた。別党は、総党州僧侶が務めた。秋葉寺はもともと新義新言州であったが、江戸時代から総党州に属した。その発端は、徳川家康の命で、森んこを旗が、金無災から派遣され、別党を任ぜられたことによる。官営2年は足月元州が、十時の時、 総統衆と主言との間で内部対立が生じ、前僧は総統衆の金無才に、主言は東山八種言動の触れ頭であるに大望に助力を仰ぎ裁判となった。自社奉行では光、旗の反物を元宗派が所持していたことにより、元宗派の勝訴とし、秋葉寺は総統衆に帰属し、金無才の末寺となった。上京二年の上京の秋葉祭り以降、 秋葉根源は金井よけの神として広く知られ、全国各地に秋葉公が結成されて、遠州秋葉参りが盛んになった。安永7年には、五桃もの天皇の直眼所となった。江戸時代の庶民にとって、遠州秋葉参りの旅費は、経済的負担が大きかったので、秋葉公という宗教的なご助組織を結成して、公金を積み立て、交代で選出された第三者が代表として、 遠州秋葉山に参詣し、過防せ、安全を祈願して帰郷した。また、遠州秋葉参りできない人々を考慮して、地元に秋葉権限を誕生した。秋葉港の校舎の数は、政治には全国で3万余を数えるほどあった。慶応4年の神仏分離、廃仏希釈は、各地の秋葉権限も対象となった。州山では、 秋葉権元が神仏いずれかで議論が長引いたが、明治5年、社辞行政を主管する、教部省は、秋葉こと時に、聖観音、行記作、秋、葉山権元,元、東山鎮守、祭神大名無知の命、あるいわく、四季内小国神社、三尺坊、秋葉同社に、祭りる東山の森神なり、とあれば東山の鎮守の神と三尺坊の霊と博多、より格別なること名けしただし、四季内、 小国神社波動群に、俳優れとも今宮城村、にありて秋葉の地と波水から別、慣れ派祭人の説派ひなから方より秋葉の主神派ふっつに、昼ゆえに隠る説も、デ利子なるべしと秋葉権源は三尺棒とは異なる、神義であると判断し、秋葉大権限の儀形を3年12月27日、新海正一位を肘工事故皇互秋葉神社と、 少子化猿ごと秋葉神社への解消が妥当とした。祭人名について、教部省は、秋葉古時の大名討ちの命説は採用せず、主言の家電をもとに火の家具土の大臣と称することが妥当と判断した。全国の秋葉権現を祀る指導もこれに準じて、神仏判然がなされ、多くが神道の秋葉神社となったと推測されるが、謝辞取調べる遺産には、明治3年に、 かぐ土の神を祭神とする秋葉神社となっている。事例も掲載されている。秋葉神社と秋葉寺に分離後の明治6年大登山。秋葉寺は、無重無断により、廃寺となったため、浜松県の指導により三尺坊は金無さへ遷座した。現在でも秋葉三尺坊大根源として祀る、寺院は存在する。ありがとうございます。